い、こんなところでも高評価催促するなよ。いやどうも視聴者の皆さんこんにちは。今シーズンも残すところあとわずかってことで、今回はあの企画をやっていきます。おう、なんだまた急に呼び出しやがって。いやマリサ、ついに今回もあれがやってきたよ。あれってなんだっけか、私何も聞かされてないんだけど。またしても何も知らない大泉洋になってんだけど。今回はいつもと違うことをやっていこう。いつもと違うこと、私の上半身が出てるとかそういう。確かにいつもは饅頭の姿なので違うといえば違いますが、まあいいや、とりあえずやっていこうぜ。待ちなさいよバカ。バカはねえだろバカはよ。ってことで今回の企画はこちら。デスするたびにマリサの服がなくなっていくフォートナイト。じゃあ、おい待てっちょ、またあの企画かよー。聞いてねえぞ。言ってないからね。はい、公開行ってこーい。始まっちゃったー。さあ、公開場所を決めないとデスしてしまいますよ。諦めてください。じゃねえよ、いきなりまたあの企画を始めやがって。また服が脱げちゃうの？そうだね、デスするたびに。そうですね。私、フォートナイトあんまりプレイしないのに。そうだって言ってんでしょ。だから言ってんでしょじゃないんだよ。諦めなさいな。そうです、諦めてください。だから他人事なんだよ、お前ら。そう。やるよじゃあ。そのものわかり、いいとこ大好き。一瞬まだありましたが、そこでいよいよ諦めたようですね。うるせえよ、だってやるって言わなきゃ始まらないだろこれ。そうに決まってるでしょまったく。じゃあやっていくけどよ。そもそもこの企画あんまり再生回数取れないんだよ。まあ前回やった時は暗黒決まっただ中だったしね。今は少し動画の再生数が伸びてきている。このタイミングでやったらどうなるかって、実験的意味合いも含まれてんのよ。とはいえ YouTube 熱狂的なファンがおりまして、復活の声も高いことから今回はこの企画にしてみました。あのなあ、こちらとしてはマリサの服を剥ぎたいだけなんだけど。だから剥ぎたい言うんじゃねえよ。あーもうこの企画マジで緊張するんだよな。デスしたら服がなくなっていくから、敵さんと対面した時にいつもの実力が出せねえんだよ。ってことでマリサの裸が見たい人は高評価。おい押すんじゃねえぞ。それではやっていきましょう。デスするたびにマリサさんの服が脱げていくフォートナイトスタートです。チャンネル登録高評価お願いします。あんたどっからそんな装備持ってきたの。ってわけで始まっちゃったけど、今回はこの私マリサがプレイしていくぜ。ちなみにビクロイが取れるまで服は没収になるからね。おいマジで難しいじゃねえか。私あんまりビクロイ取れないんだけど。と言いつつもう2キルですよ。絶好調ですね。気分は絶不調だけどな。初動で先に降りられることができてよかったぜ。まあなんやかんや言いつつ実況してるし、そりゃ実況するだろうがよ。大切な視聴者が見てるんだ。まあその大切な視聴者はこのアホみたいな企画を見て逃げ出すかもしれねえけどな。まあいい、見てる人には私のこの華麗なプレイを見せつけてやるぜ。大丈夫でしょ。なんでだよ。だって視聴者はあんたが裸になる場面までスキップするんだから。おい視聴者、絶対スキップするんじゃねえぞ。だって見てみなさいよ、これ前回のフラグなんだけど。見事にマリサさんが裸になる場面で異常に視聴率が伸びてますね。大事なことだから2回言うぞ、絶対スキップするんじゃねえ。ってわけで3キル目を達成したマリサさんですが、今回はどんなプランでビクロイを目指しますか。どんなプランも何も、一発でビクロイを取ってやるからな。この姿のまま今回の動画を終わらせてやるぜ。おーい敵さーん、マリサはここにいますよー。おいやめろよ、マジで敵さんが寄ってきたらどうするんだ。てかお前はどっちの味方なんだよ。敵さんです。やっぱりそうだよなお前は。私もマリサさんの裸が見たいので敵さんの味方ですね。こいつも堂々と言いやがった。よし物資も揃ったからな。カソボスのモンタグを倒してメダリオンをゲットするか。おっとマリサ選手、勝利を確実なものにするためメダリオンマンになるようです。メダリオンマンって何。ただまあメダリオンがあればシールド自動回復があるからな、かなりのアドバンテージになるぜ。霊夢さん、どうやら今回のマリサさんは本気のようですよ。だっていつも私とプレイしてる時はメダリオンを取りに行こうなんて言わないですもん。これは本当に裸になりたくないようね。当たり前だろ、そもそもなんで私が裸にならなきゃいけねえんだよ。まあ元々は視聴者からのリクエスト、それに応えてウプ主が絵を描いたからね。せっかく描いた絵だから使わないともったいないでしょ。あのクソ猫の野郎、ちょっと絵が描けるからっていい気になりやがって。まあ勝てばいいんだしさ、そんな怒らないでよ。まったくしょうがねえな。ってことでグランドグレイシャーにやってきたけど、どうやら先客がいるようだな。すでにボスと戦闘を始めてるようなんだぜ。おっとこれは剥ぎ取りチャンスだね。だから剥ぎ取りやめろって。ここはボスと戦ってる敵さんを先に倒してからゆっくりボスを倒させてもらうかな。いたいたいた、オラオラ食らいやがれ。よっしゃ白ダメじゃねえか。しかも今のでかなり減らした。ここはなんとかこのままゴリ押しができればいいんだが。敵さんは何やってんだ、早く回復しろ回復。そこっち側に私の味方がいねえ。いいですね、敵さんもなかなか耐えてますよ。これはもう突撃するしかねえな。おい敵さん、マリサがそっちに行ってるぞ気をつけろ。自販機使え自販機。このボックスにいることはわかってるんだ。さあどうする敵さんよ、このままサブまでゴリ押したっていいんだぞ。でシールドが回復してやがる。しかも逃げられた。そう大牢私の建築で塞いでおくべきだったか。これはだったら屋上で蹴りをつけてやる。どちらにせよ激牢なのは間違いない。おわわわわ、やっべー先生ダメージを受けてしまった。いいぞ敵さん、そのまま行ったれー。そうはいくか、まずはシールドフィッシュでしっかり回復してっと。岩でもきっちりハイブラ取ってるじゃねえかこの敵さん。クソやばいやばい、終わったー。やったー、よっしゃ1枚ハイでやるぜー。おい視聴者、目ん玉かっぽじってよーく見ておくんだな。それではマリサさん、1枚脱いでください。クソしょうがねえな、ルールはルール。1枚脱いでやるとするか。さすがマリサ男らしい。私は女だよ。はい、一枚脱いだっと。おい舐めてんのか、一枚脱いだのが帽子だけって。おい舐めてんのか、一枚は一枚だろうが。私も視聴者も悔しいっすよもう。うるせえ、今度こそこのマッチで終わらせてやる。見ておけよお前ら、やっぱり生き残るには先に武器を取っておかないとな。ってことでリッチーリベイラ横の山の上来たぜ。ここなら宝箱も2個あるからね。ここで物資を手に入れたらすぐにリッチーへ向かう。私もよく使うムーブだよ。おうまさにその通りなんだぜ。もう今度は慎重に行かせてもらうからな。さっきみたいなヘマはしない。確実に敵さんを倒してビクロイさせてもらうぜ。おい近く倒れにする気かよ。こっちは真面目にやってんだよ。こっ
ちは真面目に裸が見たいんですけど。おっと、早速敵さんがいるじゃねえか。そんなところにいたら逃げ場がねえぞ。あ、でも外に出てこないからこの敵さんはボットだな。頼むからプレイヤーであってくれ。ボットじゃマリサを倒せないじゃないか。倒せなくていいんだよ、倒せなくて。でもやっぱり帽子がないと落ち着かないんだよな。マリサの勝敗結果に落ち着かない視聴者も多いけど、そうやってずっとそわそわしていやがれってんだ。おいおい、そこにいるのは孫悟空じゃねえか。お前なんか私の敵じゃねえ。なんか敵さん弱くねえ。ちょっと弱いですよねこれ。まずいですよこれじゃあ。まずいもうまいもねえ。どうやら弱いマッチに入ってしまったようだ。天は私に味方したようだな。いやいや、弱いマッチとか都市伝説だからそれ。フォートナイト初心者はボットマッチに行くけど、そうじゃない人のは都市伝説だからそれ。おっと、敵さん同士がやり合ってるな。ここはステルスを使ってまとめてキルをさせてもらうとするか。おいおい、敵さんは戦ってる場合じゃないぞ。よっしゃ、このタイミング、どんなもんじゃい。見事なダブルキルを決めてやったぜ。足音でわかるでしょ、ステルスって。二人してかかればマリサなんて一頃だってのに。霊夢さん、それじゃあチーミングってより、マリサさんは自分を実況して、霊夢さんは敵側を実況してる。またもや変な構図が出来上がってますね。よっしゃ、このマッチも終盤。残す敵さんはあと3人だぜ。このまま隠れて最後の一人を玉らせてもらう。なんてせこい戦法なんだこれは。うるせえ、せこくてもいいんだよ。で、やべえ、次のアンチが遠い。くそ、隠れるのはここまでか。アンチは私たちに味方したようだね。やばいな、ここって隠れる場所がねえじゃねえか。なんとかここはステルスで時間を稼いでっと。おわ、ステルスがバレてしまった。ここは一回建築して。よっしゃー。さあ、また一枚脱いでもらおうかね。くそ、なんだ、さっきのスナイパーは。いや、しょうがねえ。ほらよ、脱いでやったぜ。おっと、いいっすね、マリサちゃーん。親父かよ、やっぱり白シャツだけだと恥ずかしいんだけど。とはいえ、この状態のマリサさんは珍しいですよね。いつもは黒い帽子に黒のスカート。マリサさんといえば黄色と黒のイメージなので新鮮です。だから真面目にレビューするなって。ってことでやってきたのは過疎地の島。やっぱり生き残るには過疎地からスタートに限るよな。おまけにここには NPC のスネークもいる。今回は NPC を味方につけてビクロイを目指していこう。NPC を味方につけるとは考えるわね。前回の時は味方にできなかったしな。今回は使えるものは使っていくぜ。ってことで初動が被った敵さんを撃破して早速1キル。過疎地の建物にいた敵さんをスネークのサーチを使って2キル目。何よ、順調じゃないのよ。まあもう白シャツ1枚だしな。このマッチで負けたら下着姿になってしまう。いよいよ蹴りをつけないとまずい。ってことで最強のショットガンを手に入れるべくザビッシュレアーにやってきたぜ。ミシックフレンジーを手に入れる気ね。当たり前だ。で、先にボスと戦っていた敵さんをスナイパーで撃破。ちょっと NPC のサーチ能力ずるくないですか。ずるくねえよ。確かにちょっと今のはずるいわね。ずるくねえってば。ここはボス軍団に頑張ってマリサを倒してもらうしかなさそうね。いやいや、ボスになんか負けてられるかってんだ。よっしゃ、見事ボスを撃破。ミシックフレンジーにメダリオンと確実に優位に立てる物資が揃ったぜ。まだ敵さんがいるようだな。しかしお前の位置はバレている。しかもこっちにはミシックフレンジーがあるんだ。いいぞいいぞ、やっちまえ、マリサを倒すんだ。倒されてたまるかってんだ。クソ、なんて弱い敵さんなんだ。あと1で進ればマリサの下着姿が見られるんだぞ。お前らは見たくないのかー。見たいぞー。うるせえ、変な茶番をやってんなよ。せーの、はい、またもやスナイパーキル。なんで壁を張ってねえんだよ、あの敵さんはよ。初心者かマジで。この人数で残ってるなら初心者じゃないと思いますけど。あそこにメダリオン持ちがいるから、なんとかここで倒しておきたい。でも全く隙がねえ。あの敵さんは強そうだね。いいぞいいぞ、ぜひともマリサと対面してほしい。ってことでこのマッチも終盤。さっきと同じく隠れてるぜ。情けないわねあんた。情けないもクソもねえよ。こっちは裸姿がかかってるんだ。ちょっとでも生存率を上げる。それがビクロイへの近道ってもんだろ。ってやっべ、なんか敵さんがこっちに向かってきてる。ここは倒さねえとやられるな。隙を見て倒しに行くしかない。まずは出口を編集してリリース直前にしてっと。危ねえ、危ねえ。でもシールドはもうほぼほぼないわね。だがメダリオンの2枚目を取った。そしてここにはピザもあるし、これで回復を。っと、なんか順調に進んでますねこれ。あっても敵さんが玉林にやってきたわよ。いいぞいいぞ、そのまま攻めたれ。くそ、シールドが割れてしまった。ここはとにかく逃げないと倒される。玉林に来たってことは確実に勝てる自信を持ってるに違いない。とにかく今は逃げて逃げてメダリオンの回復時間を稼ぐんだ。あってもいいわね。敵さんはコラボミシックで先にハイグラにいるわ。くそ、あの移動方法はずるいだろ。やって、周りはピースコントロールされてしまってる。ここは一旦下に逃げて。よっしゃー、来たぜー。下着イエーイ。おいおい、見るなー。また白の下着かよ。味気ないですね、まったく。とはいえ、ついにここまで来たわね。このマッチに負ければマリサはついに裸。やばいぞこれ。今度こそ本当に勝たねえとまずいことになる。ってこんなこともあろうかと白の下着を着てきてよかったぜ。普段はどんな下着を着てるの？言うかバカ、このセクハラ親父。よし、無事に2キルしたぜ。今回のマッチも滑り出しは好調だ。滑り出しはな。業務ゴースティングは？すみません、失敗しましたね。おい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 、何がゴースティングだ。そんなことさせるかよ。せっかく初動で倒してその下着をぶん取ろうと思ったのに。それはさすがに反則だ。そんなことしたら今すぐやめてやるからな。あっはっは、ごめんごめん。おいおい、敵さん同士が戦ってるな。これは玉林の大チャンス。まず1キル。そしてちょっと強そうなスキンだが、さっきの戦いでかなり激動じゃねえか。ここはきっちりと私が勝利をもらっていくぜ。今の敵さん、ちょっとやってくれそうだったのに。なかなか序盤では強い敵さんが現れませんね。まあそれもマリサさんが過疎地へ降りるのが原因なんですが。原因ってなんだよ原因って。こっちからしたらしっかりした戦法なんだよ。ここで負けたら私は終わる。最近再生回数が少し伸びてるからな。確実に前回より大勢に見られてしまう。それだけは絶対に避けたい。阻止しなければ。見られていいじゃん。よくねえよバカ。
ってやべえ、白回復がねえ。おいぞいぞ大チャンス。自販機で回復しようと思ったが、そこに敵さんがいるじゃねえか。まずはあの敵さんからだな。敵さんは油断しているはずだから、ここはステルスになって忍び寄る。物資ぶっ刺さった。何やってんだサイレン。お前はモサスキンの一角だろうが、何こんなクソしょうもねえ戦法に倒されてんだよ。しょうもなくねえだろ。ってやべえ、次のアンチが山上だ。ここもステルスで行かねえとバレて倒されてしまう。いやでも建築しねえと上に登れねえよな。そんなことよりすぐ下に敵さんが嫌がる。あの敵さんが行ったらすぐにアンチへ向けて進むぞ。ってなんかバレてるんですけど。いいぞいいぞ、マリサの裸の音がすぐそこまで聞こえてくるわ。裸の音ってなんだよ。裸踊りみたいっすね。うっそ、山上にすでにもう一人いるだと。そんなの聞いてねえよ。まあバトロワだからね。くっそ冷静に突っ込みしやがって。っていうかやばいやばい、ストームに飲み込まれちまった。白回復はないんだ。ここは急いでアンチへ行かねえと。おい待ってくれ、こんなところでクラスター爆弾なんか投げられたらデスするって。とりあえず隙を見てシールドも回復しねえと。もうすぐマリサの裸が見られると思うとそわそわするわね。私の裸じゃなくてこの状況でそわそわしてくれよ。くそ、まだアンチは依然遠いまま。しかも山上の敵さんは NPC を連れてやがる。あ、やばいやばい、どうしようどうしよう。いやまだだ、諦めるなマリサ、正気はまだある。なかったー、終わったー。はい、ではいよいよマリサの裸姿が登場します。とその前にこれを見ている H なキッズたち、チャンネル登録と高評価を忘れないように。それではどうぞ。やったー、見るなー。そ、なんでこんなことに。おいおい視聴者、これが見たかったんだよな。本当に見るなんて男らしいです。うるせえ、私は女だよ。っていうかこんな恥ずかしい格好でゲームなんてできるかよ。でもビクロイしないと永遠にそのままだけど、どうすんの。すまない霊夢、手伝ってくれ。しょうがないわね、ちゃんと脱いでくれたし手伝ってあげるとしますかね。そもそもこの企画がおかしいんだけどな。今霊話だぞ全くよ。っていうかこれキックに怒られねえか。大丈夫でしょ、だってキックは大量解雇して人員は少なくなってるはずだし。ってことで私が手伝いまして、小松姫やっていこう。トロールしたらユルさんからな。わかってるって。ってことで降りていく場所はカソボスのグランドグレイシャー。私はミシックネメシスを使わせてもらうぜ。いいわよ、じゃあその代わり私が手伝ってるってことでメダリオンはなしね。私に持たせてもらうわね。おいいいぜ、メダリオンくらいくれてやる。ってことでボスを撃破。二人だと簡単に倒せていいな。私このミシックネメシスがめっちゃ好きなんだよ。あら珍しいわね、普通ならミシックストライカーなのに。なんていうか打ち方が安定するというか。まあわからないでもないけど。おい銃声が聞こえるぜ、きっと敵さんださっさと言って倒してしまおう。裸になってもそのゲームへの熱い姿勢、しびれる憧れる。っておい何、ドリフトボードに乗りながら戦ってるんだ。真面目にやりやがれ。乗りながらでもキルできるんだし、そんな細かいこと言わないでよね。よっしゃジュールズのシールドは割ったぞ。激ロだ激ロ、よし、なんとか一人撃破。私ももう一人の敵さんを撃破したわ。おなんだやるじゃねえか。まあマリサの頼みだしね。それにマリサよりフォトナが上手いって視聴者に見せつけられるし。なんだかんだ言ってやっぱり連携取れちゃうんですよねこの二人。まあ一人は裸なんですけど。誰が裸にしたんだよ誰が。おっとまだこの中に敵さんがいるじゃねえかよ。メダリオン持ちはこいつか。そういう霊夢そっちへ行ったぞ。あいあい任せなさいな。っていうかマリサ、その姿でその真面目な顔、ふざけてるとしか思えないんだけど。おいてめえぶっ飛ばすぞ。青い向こう岸に敵さんだぜ。よく漫画とかである場面なんだけど、スナイパーで覗きをするってのがあるでしょ。覗きをしてる本人が裸とかマジでウケるんだけど。お前マジでいい加減にしろよな。こっちは真面目にスナイパーで敵さんを狙ってるんだ。お前も少しは加勢しやがれ。加勢しまくってるんですけど。私だってキルしまくってるんですけど。そういう方がいちいち頭にきて腹が立つ。おまかが出てるわよマリサ。うるせえ、裸なんだから当たり前だろ。ってやばいやばい、とかなんとか言いながらした体力があと少しなんだけど。私だってあと少しなんだ。これやばいぞ、ビクロイできなきゃ裸のままプレイが続行になってしまう。私もそろそろ眠たくなってきたし、なんとかここでビクロイを取りたいところ。なんか私の裸姿に飽きてねえか。まさかそんなことないって。むしろ今後もずっとそのままで実況してもらいたいくらい。本当に飽きてねえんだろうな。だとしたらマジでぶっ飛ばすからな。ってことでいよいよ終盤、残りの敵さんはあと7人だな。このままの勢いでビクロイを決めて服を取り返してやる。マリサこの崖の上で敵さん同士が戦ってるみたい。おお、それは大チャンスじゃねえか。このまま玉乗りで敵さんを倒せばビクロイなんてすぐそこだぜ。私は先に行って玉してるから、マリサも急いでよね。急いでよねって、お前の建築で私は登れなかったんだけどな。あ、でも線路上に敵さんがいるみたいだ。私はハイブラから攻めるから、霊夢は下から攻めてくれ。ナイス連携ですお二人さん。おっといつの間にか残りの敵さんがあと2人になってるじゃねえか。いけるいけるぞこのマッチ。いたいた、あのローグラの建築に最後の敵さんがいるわ。じゃあここは私のスナイパーの出番だな。スパイダーマンのシールド終わったぜ。ナイスよマリサ。おっとこのスナイパーに恐れず上に出てくるのか。そんなに危機感がねえなら当ててやるぜ。よしグエンも激浪だ。攻めろ攻めろ。よっしゃ一人撃破。残すはあと一人ね。スパイダーマンのスキンだな。さあ出てこい出てこい。出てきた時がお前の終わりだ。一応念のためグエンに角球を入れておいたわ。蘇生されて長引いても尺だしな。あ出てきたぞ。うてー、やったー、ナイスビクロイですお二人さん。ってことでマリサ、その姿のまま締めの挨拶をどうぞ。ここまでやってやったんだ。高評価とコメントをよろしく頼むぜ。はい、では今回の動画はここまで。また次回お会いしましょう。バイバイ。おい早く服返せよ。あ、おい霊夢どこへ行きやがる。服を返せって。おい、ちょっとマリサさん裸のまま走り回らないでください。